椅子を折ります。白い方を上にして三角に半分に折ります。上下反対の方向にもう一度三角に折り、折り筋をつけます。広げ、つけた折り筋に合わせてこのように折っていきます。この筋に合うように折ってください。こうなります。で、一度ひっくり返し、こちらの方向にここにこう合わすように折っていきます。もう一度ひっくり返し、またこのように折っていきます。硬くなってきていますので少し力を入れてください。ぎゅっと。ひっくり返し、今度はここに指をこう入れ、このようにグッと開きます。そしてこの状態に置き、一つだけ谷折り、手前にここの線に合わせ谷折りをします。あとの3つは山折りにします。これですね。そして整えて椅子の完成です。これですね、完成です。気になるようでしたらこちらをセロテープなどで留めてください。折り図での説明です。1、斜めに折り筋を2本つけます。2、角を真ん中に向けて折ります。裏返し、もう一度角を真ん中に向けて折ります。また裏返して、さらに角を真ん中に向けて折ります。裏返したら袋を開いて潰します。他の3つも同じに潰します。6、一つだけ谷折りします。7、他は山折りにします。出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。